髪の毛ボサボサ。こんばんは。今日は皆さん何してましたか。ちょっと前髪をね、前髪だけ今やろっかなと思って。私の前髪はいつもこんな感じでまっすぐなんです。なんかよくさ、みんな前髪がさ、がこうくせっ毛みたいな言ってるけど、私は逆に超直毛なの。だから仕事帰りです。お疲れ様です。そうだよね、お仕事だよね。12日のシアージョ公演で初めて見て可愛すぎてつられました。嬉しい、本当につられたって。女の子かな、ありがとう、つっちゃいました。でもなんか私普段あんまりなんかそういうなんかつることとか、オンラインお話し会でもどちらかというとなんかフレンドリーな感じで、そのなんだろう、釣りに行くとかそういう感じじゃないんだけど、なんか公園だとすごいなんかなんだろう、その可愛い子ぶっちゃうじゃないけど、なんか可愛い仕草とかできる。まあそりゃそうか、コンサートとかだったら。だから楽しいです。ちょっと今前髪がボサボサなので、至急前髪を整えたいと思います。そして今大きな出来物がおでこにできてしまってとっても痛いです。同い年だけど仕事から帰ってきてお疲れ様。ないですということは、大体私の年の人は1年目ですよね。1年目の方お疲れ様です。または3年目、5年目、10年目、19年目、20年目、26年目などなど、いろんな年数の方お疲れ様です。前髪をアイロンしたくて今アイロンをつけました。では私のアイロン技術を見ててください。最近あんまり髪を切ってないから前髪がね伸びてきた。ちょっともうちょっとやります。気に食わなかったみたいです。バチコイの観客はいつから入るのね。いつだろう。でもでもね、そろそろ入ってほしいけど、やっぱりさ、ファンの人がいるのとさ、いないのとじゃさ、その全然違うからね。その笑ってくれたりとか、だって滑っても笑ってくれるじゃん、ファンの人がいたら。優しいからみんな。でも今は
滑ったらマジでシーンとなっちゃうので怖いですね。怖い怖い。ちょっとうまくいかないな。ちょっとまた後でやろう。うまくいきませんでした。そうね。もうちょっとで多分入るとは思うんだけども。やっほー。あ、そう、眉毛整えた。なんかね、眉毛サロンみたいなところがあって、そこで眉毛を整えてもらいました。そしたらすごいいい感じになったんだけど、ほら眉毛ってやっぱ難しいんですよね。超いい感じ。眉毛のプロにやってもらったから。みんなは自分で眉毛やってますか？あ、このニットは可愛いよね。これはマウジーのやつなんですけど、紫の、あ、紫じゃなかった、どう考えても茶色だ。茶色で、茶色のニットです。やっぱね、ニットはあったかい。でもニットってこの上になんかあんま着れないから、コートとか、あの逆に真冬とかはニットだとすごいモコモコしちゃうから、今がニットのすごいいい時期な気がする。これ一枚でもちょうどいいって感じで。眉毛濃いから薄くなりたい。なんかそういう人はあのね、あれらしいよ。私も眉毛濃い方なんだけど、なんかその眉毛をこうやって切るんじゃなくて、間引いた方がいいんだって。こうやって抜くの。でもさ、眉毛抜いたらちょっとね、自分でやったら怖い。怖いですよ。あと痛そう、眉毛抜くの。私ちっちゃい時から、なんか中学生ぐらいの時って大体さ、眉毛抜いちゃうなんか時期じゃん。でもそう、私はその道を通らなかったから、まだ未だにいい眉毛がずっと生えてる。中学の時とか抜いちゃった人ってさ、もう生えてこなかったりするじゃん。眉毛のメンテの時いつもお手紙もらってる。なんかお手紙っていうかメッセージ、嬉しい。あと美容院に行く時も、なんか美容院って飲み物が出てくるじゃん。でその時になんかその上にメッセージが書いてある。だからなんか優しい気持ちになれる。やばい、つけっぱなしだった。にしようと。
はい、まっすぐになりました。後で、今さ、めっちゃさ、なんかお買い物がしたい、すごく買い物したい気分、とっても。みんなは何したい気分？じゃあお休みの日があったらさ、何する？何欲しい？なんかね、なんか何欲しいっていうのは決まってないんだけど、まあ洋服とか見ちゃったりとか、あとまあなんかフラフラ、この前見たけどフラフラ好きなの。フラフラなんかすごい見てるだけで楽しいから、フラフラのなんかサイトで見たりとか、ジェラピケも見ちゃったりとか。フランフランマジでね、可愛いものいっぱいある。セーターあったかいよ。でもセーターってさ、なんかよく見るとさ、このさ、この何、繊維がさ、こうやって開いてるじゃん、ほらこの辺とかなんか見えるじゃん。だからさ、寒いのかな、空気は入るよね、風は。ウィンドウショッピング、そう、私ね、多分趣味がね、ウィンドウショッピングなの。だからなんか買わなくても楽しめるタイプだから、すごくコスパがいいです。コスパ良き。こんにちは。そう、なんか見るだけでちょっと満足するタイプ。まあ、買いたいんだけどね。とりあえず見よう。どんどんカメラが下に行ってる気がするんだけど、気のせいかな、これは。いや、気のせいではないよね、絶対にガタンってなるタイプだよね。やだよー、なんでだろう。ちょっと待ってね、どっかのあれが、こっちか、これで大丈夫なはず。車で20分くらいにアウトレットがあるから、いいね。アウトレットって近くにね、あんまりない。御殿場とかそっちの方まで行ったりとか、千葉だったら木更津とかですかね。私は買うことで満足するタイプ。ああ、それはめっちゃ、いやでも私も買いたいんだけど、そう、昔はもう買うことで満足するタイプだったの。もう買ったらその存在忘れちゃうみたいな、もう買ってオッケーって感じだったんだけど、最近はそれはなくなったね。それはいいことだと思うんだけど。コストコ最近行ってない。本当に行きたいな。なべさん、すごい3段階ありがとう。タワーが来ました、なべさんから。ありがとうね、なべさん。嬉しい、ありがたわー。7,000級。あ、お仕事中、頑張って、頑張れ頑張れ、応援してます。音声は多分聞こえてないと思うので、画像のみ見てます。頑張ってね。ファイ
みがやだ。この AKB のタワーはその期間中だけなのかな。15分だった。私もちょっと今日はそんな長くはやんないんですけど、ちょっと一瞬動きたいけど。最近ショールームで何もご飯食べてないな。食べたいな。何食べようかな。ちょっと待って、なんかこうなってみちゃった。なんか美味しいものないのかな最近の。生写真注文しました、ありがとう。新しいピノ、え、何それ。あ、待って、なんだっけ、何味だっけ。バームクーフンじゃなくて、バスクチーズだっけ、違うか。え、やっぱさ、カメラがだんだんさ、なんかお辞儀しちゃうんだけど。よいしょ。大丈夫かな。なんだろう。どっかのネジが緩くて。そう、それめっちゃ気になってた。食べたいな。え、まただ、やだ、なんかどこのネジが狂ってるの。ここかな、ここかな。ここの気がする。23日のサイン会当選した。おー、嬉しい。今から牛丼大盛り食べ、いいな、なんか今牛丼食べたい気分かも。牛丼大好き。汁がいっぱい入ってる牛丼が好き。汁だく。ねえ、まただよ、なんで。どこがおかしいの。分かった、ここだな。ちょっといろんなネジをキュッキュ締めてます。これでいけたはず。これでいけなかったらこの三脚はもう安定した。千織さんの YouTube 見た？みんな見てなかったら早急に見てください。こんにちは。いや待って、いやまたお辞儀してる気がする。ほら、だんだん私の顔が上に上がって、そしてセーターが見、なんで、嫌なんだけど。ほら見て、ねえ、なんで。ちょっともう諦めるけど、みんなにお礼がしたいらしい。こんにちはって、あ、なんでだろう。ちょっと終わったらどっか調節してみるか。でもどこが悪いのか分かんない。ウォニョンかナナセか世界一スタイル。いや、ウォニョンちゃんは本当に
本当になんか異次元レベルでスタイルすごすぎる。おにょんちゃんでもね、なんかアイズワン誰が好きかな、もうみんな本当に好きなんだよね。おにょんちゃんも好きだけど、うん、決めらんない。インジュちゃんも好き。あとはサンキュクちゃんさよならしちゃう、悲しい。三脚欲しいよ、立派なやつ、なんかライトがついてるやつ。どこで売ってんだろう、アマゾンとかで売ってんのかな。ひーちゃんももちろん大好き。曲が好きかな、でもなんかいろんな曲好きだけど、でもこの前ひーちゃんにおすすめ聞いたんだよね、なんとかっていう曲がめっちゃいいよって。忘れちゃった、あの見れば思い出せるけど名前が。お話し会のためにリングライトついてるのかと。おお嬉しい、じゃあ私も買うべき、これはリングライト。でもな、お話し会は自分の端末じゃないから、まあお話し会はねできるんですけど、ショールーム用に。確かに前はあったんだけどさ、壊れちゃったんです。今日はいっぱい寝た、本当にびっくりするぐらいいっぱい寝ました。なので目がもうシャキーンって開いてる。ピンクブラッシュ、いや違うな。あーちゃんやっほーやっほー、昨日より可愛い。気をつけて隙間を見せちまけ。これが私は好きなんだけどね。この時間いつも猫が元気すぎて大変。いいなぁ。さっきちょうどディズニープラスでなんかさ、ダグっていうカルじいさんに出てくるワンちゃんがいるんですけど、それのお話あってちょっと見てた。可愛かったなぁ、ダグ。ビウェア大好き、もう本当に可愛すぎ。あの MV を作ってくださった方に本当に感謝。なんかもうアイズワンは、私はもうかっこいい曲もめっちゃ好きだけど、もう超可愛い曲もなんか似合うなって思うから、あのダンスも好きだし。中二なんですがタメ口でいいですか。全然いいですよ、私に敬語使う人あんまいないです、なかなか。全然タメ口でいいです。中学生とか高校生の子もたまに来てくれるけど、七瀬って感じだから嬉しいです。逆にあの MV だけで12人の顔写真と、本当に可愛い、マジで可愛すぎて心がなんかもうズキズキ してた1年くらい前。本当に可愛すぎて、女の子で
女の子を見て心がキュンキュンするってなかなかですよね。いや本当に可愛かった。毎日可愛い。僕も千葉王国民です。千葉王国民っていうの、千葉王国民、明日から3日間定期テストがある。やりたくないよ。ああ私もね、テスト前だはね嫌だったけど頑張ってください。応援してます。可愛すぎる。でもこの曲以外にも本当にあの好きな曲はいっぱいあるんですけど、あのあれも好き。パノラマだ。パノラマ。パノラマ。ドラマも好きだし、何時まで配信しようかな。10時じゃないや、5時20分くらいまで配信しようかなと思ってます。今日は10時までしたら何時間配信ってなっちゃう。初見さん多い。確かに20分くらいまでやります。だから20分だったら教えてね。逆に教えてください。22時までしたら心配する。でもイベント中とかはよくやってたけどな。なぜなしは世界一綺麗だと思ってる。嬉しい。そんな。おやつは何食べた。今日はドーナツ食べました。ドーナツ食べた。アイズワンのリアリーライクユー歌えますか。え、歌えない。何それ、曲も知らないかも。私あのアイズワンめっちゃ好きなんだけど、あの結構好きになったのがあの遅かったので、ちょっとめちゃくちゃブームについていけなかった人の、なんかみんながこうわアイズワン大好きってなって、私その上がってる途中のこの辺からこうやってのそのそ登ってきた感じの、だからもう追いつけないのみんなに。だからちょっとまあでも YouTube とかでもいろいろ見てるけどね。だからね、そう映画とかさ見に行きたかったんだよね。アイズワンの映画あれってさ、ネットフリとかに入ってんのかな。乃木坂の IC は歌いますか。 IC わかんない。乃木坂も最近の曲全然わかんなくて。アイズワンの話ひーちゃんとはしませんか。します、します。やっほー。
この前ひーちゃんが乗ってた、この前って言ってもだいぶ前だけど、ミニっていう雑誌を見ました。もう可愛すぎる。日向坂は、誰が好きだろう。小坂奈緒ちゃん。かわいい。アイズランの映画見たけど、4DX でなんか頭に水かかったりして、え？そんなんあるの？そう、ドキュメンタリー系でそういうのあるんだ。4DX、私、なんか、小学生か中学生ぐらいの時に見た。以来見てないな、 4DX って。なんでかな。ちょっと、ね、歌ったらねダメなんですよ。アイズワンと聞くとアイスを頭に思い浮かべてると予想。どういうこと？日向坂で知ってるメンバー一人もいない。私もあんまりめっちゃ詳しいわけじゃないけど、さすがに小坂奈緒ちゃんわかります。あ、ワンフレーズならいいんだ。だから私バンされたことないんだ、歌ってて。そうなんだ。初知り。そういうことね。今さら気づきました。ほら、まつげもうめっちゃ上がってる。嬉しい。じゃん、まつげパーマもしてもらいました。まつげパーマっていうか、なんかまつげパーマのもっとすごいやつがあって、やっぱなんかメルルに似てる。この前もなんかオルガン坂のスタッフさんに、なんか目元がすごいメルちゃんに似てるって言われました。嬉しい。メルル可愛くて好き。ハッピース。髪型もあるよね。ストレートで前髪パッツン。アイシャドウはディオール使ってるよ。ディオールのなんかパレットみたいなやつの4色のやつ使ってます。もぎさん AKB 以外の歌めっちゃ歌ってたけど受けられなかった。あ、そうなんだ。じゃあ意外と大丈夫なんだね。本当だ、今日初見の方多いね。どうも。初見のマークって1回しか出ないのかな。2回目以降は初見って出ないのかな。ここのルームに初めて来たら初見ってなるの？初めてコメントしたら、あ、
コメントしても分かんない。ラジとコラボ配信お願いします。したい。化粧品プレゼントできないから渡すものめっちゃ迷う。もう何でも嬉しいですよ。ありがとう。楽しみにしてる。17歳くらいと思ってた。本当に？もう23歳です。中チャンネルの話者の出る回めっちゃ面白く、全然読めないんだけど、中チャンネルの話者の出る回めっちゃおもろくて何回も見てます。嬉しい。楽しんだもん、ちゅうりさんの YouTube。 あ、こっちか。32歳になってたらしい。13歳。あれ、こうってこと？あ、24だ。こうだ、23歳。こっちか、こっちでした。ドゥー、間違えた。反転されてるんだね、いつの間にか。そろそろエイトのイベント来たいねえ。やってほしいな、コンサートとか。もう8月ってか7月くらいからやってないのか。あ、違うわ、もう4月からやってないか。え、めっちゃやりたいんだけど。たくちゃんとさかなクンが同級生だって知ってた。知ってた。学園司会でまたお寿司食べチャレンジやったしね。お寿司食べたいな。横山由依さんあるじゃん。横山由依さんもコンサートあるけど、イートではないので。イートのコンサートは4月からやってない。津田沼か千葉で献血イベントお願いしますね。やりたいな。千葉のテレビ見て知りました。ありがとう、嬉しいわ。嬉しいわ。七瀬のダンス動画いっぱいあげてほしい。最近全然あげてない。ちょっと足がしびれてきた。10分、じゃあと10分で終わりにします。最近成功どうって歌いましたか。どうでしょう、どうでしょうね。なんでかな、あなたが近づくと何をしていた。あ、やばい、また立っちゃった。マフラーデビューはまだ7セペンになるわ。嬉しい。ペン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 、7セの足ペン。そろそろ駅に行ってきます。今日もありがとう。頑張って、夜勤。
近大変だね、なんか時間が普通の人と来るって逆回転してしまうから。夜勤など日中イベントで夜働いてフル稼働になりそう。確かにそうだね、結構大変そう。趣味もできなくなっちゃいそう。でもね、その夜に働いてる人がいるから私たちができることもあるのです。だからその方には感謝です。お話し会ワンショット当たったのめっちゃ楽しみ、嬉しい。何をって何をってって何をって、後ろからゆっくりと接近中、ビビビビや気をつけて、隙はお店じゃ負け。遅ればせながらフォローしました、嬉しい、ありがとう。嬉しい、フォローしてくれて。結構最近やってるので、あ、毎日アイドルってわけではないんだけど、まあ定期的にやってるので、ぜひ皆さん見に来てください。15分後にはワクチン打たれる、怖い。だって頑張って、大丈夫だよ。毎日アイドルならぬ割とアイドル、割とアイドル。手作りピアスのお披露目してください。手作りピアス最近作れてないです、悲しいことに。悲しい。アイスおすすめ教えてほしいな。最近はね、なんだろうな、アイスなんだろう、あ、チョコパイのアイスが美味しかった。そう、チョコパイのアイス美味しかったです。普通にファミマとかに売ってた気がする。しおりの好きなところ5個お願いします。歯が多い、歯が長い、歯が綺麗、歯が白い、歯が多いです。はい、もちろん。チョコが好きな人はおすすめ。しおりさんの好きなところはそんな感じですね。もう一回言いましょうか。
歯が多い、歯が長い、歯が綺麗、歯が白い、歯が多いです。皆さんもぜひ千恵さんの歯を見てください。この感想になるので。待って、千恵さんのファンの人がなんかコメントしてくれた。七瀬って言ってる、多分違うかな。七瀬できない。なんであの口できるの。七瀬って言ってるよね。だよね。七瀬は読めるよ。なんか一回書いたことあるし。七瀬こう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 、まあ七がね2回続いてるからね。今何分ですか。そろそろランキング読もうかな。あ、18分。じゃランキング読みます。13位はクニアットマーク、七瀬のペガスキー七レンジャーさん、ありがとうございます。12位はタチ七瀬一生推し、私は DD かも、七瀬ちゃん許してくれる、アットマーク七レンジャーさん、いいですよ、ありがとうございます。11位はピング、アットマーク韓国ファンさん、ありがとうございます。10位はしんのすけべ、アットマーク光と影のすけべさん、ありがとうございます。9位は青いアットマーク七瀬ちゃんちょっと大好きさん、ありがとうございます。8位は秀樹さん、ありがとうございます。7位は幻さん、ありがとうございます。6位はとわさん、ありがとうございます。5位はアッキーさん、ありがとうございます。4位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位は梅ちゃん、大阪マリンチナンセスキーピアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はホリちゃん、ハッシュタグ七瀬の足ペンさん、ありがとうございます。足ペン。1位は鍋公式、この時間いつも仕事中でごめんなさいさん、ありがとうございます。鍋さん、お仕事中にタワーもありがとう、ありがとう、お仕事頑張ってね、引き続き、イエーイ。それでは皆さん、最後にあれだけやります。はい、みんな私をミルフィーユー、バイバーイ。バイバーイ。さようなら。